ウェルカムトゥープラネットオブフー。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日ですね、初出演の方がいらっしゃいます。イギリスに在住のホワイトハウスあゆみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、イギリスなんだけどホワイトハウス。え、イギリスではよくある名前なんですか？うん、そんなに珍しくもなく、そんなによくあることもなく、はい、だけどすごく反応されますね、日本人の方にも。ちなみにどちらにお住まいになったんですか？今、ダービシャー州のドロンフィールドという村ですね。ちょうど、ロンドンとリバプールの間みたいな感じですかね。はい、実際どんな街なのかね、ちょっとね、動画撮ってきていただいたので、はい、見せていただきましょう。見たい。おお、ほうほう、かわいい。あ、なんか、あ、猫いる。猫2匹おります。あ、そう、はい、素敵な庭。道がかわいい。かわいい。おしゃれなトラックだな。おお、ほうほうほう。他の上なんで、ちょっと課題というか、はい。うわ、外国。嘘でしょ。すごいね。隣がちょうど犬のお散歩なんかによく使われてる、ハラッパっていうんですかね。はい。公園みたいな感じじゃないですか。そんなに大きくないんですけど、犬のお散歩に、大人気。では今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわーわーわー。今回のテーマはこちらです。夏場に食べたい料理。北半球はこれから夏本番を迎えるわけですが、暑い夏場にね、食べたい料理からこの季節だからこそ旬な料理を教えてもらいたいと思います。ではまずはマドッカさん、あなたの夏場に食べたい料理を教えてください。ベトナム料理になっちゃうんだけれども、はいはい、サマーロールって言って、日本語で生春巻き、これをね、欲するんですよね、夏に。シンガポールって赤道の近くにある国だから365日夏なんだけど、そう。羨ましい。でね、何が入ってるかっていうと、エビとか、あと、豚肉だったりとか、いろんな野菜が入ってて、レタスとか、すごいさっぱりしてる。豚肉とかもあるんですか？そう、豚肉も入ってたりする、薄いスライスされている豚肉だったりとか。これは、いちごとか、なんかフルーツを入れてる、生春巻きなんだけど、これ。めちゃくちゃインスタ映えするやつじゃないですか。きれい。果物もあれば、なんか豆とかね。ね、そう、サラダみたいな感覚で多分食べてる。でも、この生春巻きのこの皮があることでいろんなアレンジができるから、はいはい、家で作るときはすごくなんか重宝してる。ああ、そうそう、これね、これはおやつで食べたんだけど、全然もう夏の定番じゃなくなっちゃって。生クリームと、あとバナナと、チョコレートのソース、ヌテラ。嬉しそう。ヌテラっていうのが、私と一緒にアレンジして、これは、生春巻きの皮に、スモークサーモンと私の大好きなパパイヤサラダを入れて、甘酢ソースで食べる。本当、デザート感覚でもありながら、ちょっと軽食としても食べてるっていう。そう、自分でなんかアレンジ、冷蔵庫の残り物とか日本でいうなんか手巻き寿司みたいに食べたりする感じ、うん、めっちゃ簡単。の料理の器具なくても切るだけだから。マドカさんちのキッチン用具でもね、対応可能だもんね。そういうこと。皮がね、ドライだからさ、それを水にちょっと浸すとふにゃふにゃになって、好きな野菜とか巻いて、以上。いいよね。いや、ホームパーティーとかに向いてるんじゃないかと思って、実は。あ、そう、向いてると思う。手巻き寿司感覚で言うとだよ。あゆみさんどうですか、これ。いいですね。これナテラはちょっとどうかなと思うんですけど。ナッツのこの、なんていうのかな、
感じがダメです、うん、そうだね、このチョコレート、うん、ナッツの味が少しするもん、うんうん、でもあのバナナと生クリームのはすごい美味しそう、美味しい。いや例えばプルコギみたいなの挟ん、そうですよね、絶対美味しい。だってライスペーパーでしょ、ご飯だと思えば何だって合うんじゃないのって言えば、うん、合うんじゃないかなと思って。このお料理はもうまどか姉さんの大好きなあのシャキシャキ系を、あの好きなだけ入れれるお料理だからもってこいのお料理ですよね、もう。はい、では続いてまどかさん、他に夏場に食べたい料理ありますか？と料理じゃなくてすいません、アイスクリームサンドイッチシンガポールに路上でね売ってるの、このアイスクリームサンドイッチっていう、カートを引いてるおじさんおばさんがいるんだけど、びっくりしたのが、このサンドイッチってさ普通パンじゃない、食パンに巻かれてるアイスクリームなの。それが1ドル、日本円で80円ぐらいで売ってるんだけど、食パンかこのワッフル、どっちかビスケットみたいなの選べて、そう食べれるものがある。大きなね、あのアイスクリームのブロックがあって、こうやって包丁でスライスしてくれるのね、アイスクリームを。で手元にあるこの食パンがまたレインボーカラーなわけよ。あれなんすか、メロン味みたいな感じなんすか、マドさん。パンはね何の味もないパンは怪しい着色料で色つけちゃったんだあれえ、ノーコメント、うん、いやこれはもうなんて言うんでしょう、おしゃれな街並みに、ああいうちょっと親しみのある感じの屋台がもうめちゃくちゃ好感度高いですよね。しょうこちゃんもね若いのに大人だね。俺もこんな都会なのにって言った瞬間ね、厳しいダメ出しの言葉が来るんじゃないかと思ってたんだけど綺麗にまとめたなと思って。あゆみさんいかがでした？いやぜひ食べてみたいですね。あのうん、パン自体ちょっと美味しそうですよね、ふわっとしてね。ちょっと確かにふわっと感はありました。では他に夏場に食べたい料理ありますか？シンガポールならではの飲み物かなと思っていて、カラマンシーサワープラムジュースっていうのが売ってるんだけど、柑橘系のね、レモンなのか何なんだろうかちょっとよくわかんないんだけど、東南アジアの柑橘系のもので、それを梅干しとねシロップ漬けしてるのがあるんだけど、もうクラッシュとアイスをミックスして飲む飲み物、めちゃめちゃ美味しい。自宅で作れたりもする？すると思う。あのね、瓶でこういう風に作ってる人もいた。で屋台とか行くとこういう風につけてる人たちもいて、でそのシロップを、うん、これは毎日飲みたいぐらいね。美味しそうですね、うん、ジンなんか合うんじゃないですかね。ジンとかウォッカとか入れたら美味しそうですね。なんか日本でいう梅ジュースみたいなイメージでいいんでしょうかね。なんかトラディショナル的な部分で言うと、そうだよね、はい、あれもあのお酒で割ってもいいしジュースにしてもいいし、はい、いいこと言うなあ、もう、もう俺もそれ言いたかった梅酒っぽいよねって、うん、山根助さんも取っちゃったのうん、まどかさんつけないでしょ、でもあれはめんどくさいけど、うん、つけない、なんかつけない。あゆみさんはいそうだな。しょうこさんはぬか床やるな多分。いやいやまあこれちょっと横見ずれるんですけど、っていうか年取ると人は物をつけたくなるんじゃないかっていう最近僕の中の理論ができてきて、梅干しつけたりとか漬物をつけたりとか、うん、梅酒作ったりとか、挙句の果てにコンポストでゴミをこうゴミすら作るみたいな、うん、カスピ海ヨーグルトとかもだんだんなんかこう発酵させて作っていくみたいなことに、だんだんこう年を重ねるごとに今日もかき混ぜなきゃこいつ死んじゃうからなみたいな、なんか母性がそこにあるんじゃないかっていう勝手な、世話をしたい、世話をしたいみたいな。そういうのがあるんじゃないかなと思ってるんだけど、まどかさんは、うん、まあなさそうだなっていう。あの腹のしていいんですよ。このパワハラ大会じゃないから。何言ってるんですか。でも豆助正解合ってる。出来上がってるものが素晴らしいから、わざわざ言う必要ないんですよ。そう、正解しょうこちゃん。うん。
フォローするなフォローキャラ出てきたらだんだんでは続いて翔子さん、あなたが夏場に食べたい料理は何ですか？まずもう一押しがニューバイイワシっていうんですけど、はい、ニューバイって梅に入るっていう字を書くんですけど、梅雨の時期に取れるようになるイワシがめちゃくちゃデブで美味しいんですよ。へえ、はい、主に、千葉県の銚子っていうところが日本で一番イワシが漁獲されるところなんですけど、その銚子湖で水揚げされるイワシが、この時期めちゃくちゃ脂乗ってるってことでもう大人気で。そうなんです。そういうネーミングつけちゃったんだ。そうなんです、ニューバイイワシって名前つけて世の中に出したらもうそれがもう美味しいって定着して、ニューバイイワシっていうようになったんですよね。みんな皮の下がもうこの真っ白で脂がすごい入ってて、焼いたらもう脂が下のグリルにもうたまっちゃうぐらい滴るぐらいの量の脂、もう噛んだらもうジュワって出るような脂がもう出てきてああそうなんだ。あでも美味しいんですよ。こういう風に丼にしても最高ですね。鮮度がいい状態だとその生でも食べれるのでたくさん食べれます。すごく美味しそう、ね、それこそ本当の梅干しと一緒に絡めて食べたいなと思っちゃった。絶対美味しい。いやもうちょっともう画面舐めそうになりました、ね、これいいイワシたちですね。うそ、このサイズ感でいいかどうかわかる？まあ新鮮っていうのもあるんですけど、そうイワシ結構慣れるともうすぐにわかります。イワシとかは。あ、本当、はい、イワシじゃないなっていうのわかる、はい、こいつ太ってんなって。としか今言えないんだけど今なんかいやでどうしても俺も男だからモテるモテないの基準で考えた時にその情報モテるかなと思って、彼女モテます、あこいつ太ってんなーって言ったいやー豆助すごいってな、キャーにならない、今予感がしてて豆助素敵ってなるなる、しょうこちゃんだけでしょ他の人なんでこの人詳しいのかなって面倒くせえ男だなって思われないかなと思って。私もです。おお、ほら、うん、ここで2票も、はい、もうキュンといきますね。待ってキュンと来てない人が一人いるんですけど、うん、キュンと来るやったー本当、うん、マドカこれ見てよってプリッとしてるだろう何を言ってんだろうかってあ、そう、あゆみさんとかそうです、あ、すごいこの人詳しいなみたいな。そうですね、銚子湖に連れてってあげるよって言われたらもうついていきます。ついていく、ついていきます。本当、私が連れていきます私が連れていくのね。三様だな、まあ、いろいろタイプ分かれますねはい、続いて翔子さん、他に夏場に食べたい料理はありますか？アナガツオっていうお魚です。はい、目がつぶらですごく可愛いお魚なんですけど、これは主に西日本で、うん、よく水揚げされていて、東京とかでは馴染みは少なかったお魚なんですけど、なんでマナガツオっていうかっていうと、その瀬戸内海に卵を産みに来るんですね。この今の初夏の時期にこのお魚が入ってくるんですけど、その瀬戸内海の人たちはカツオは食べれないんですよ。ただこのお魚は取れるんですよ。でそのカツオに見立ててマネガツオっていうところからマナガツオっていう名前に変わったっていう由来があります。やばい、キュンとくるかも、うん、やったいやキュンときましたね今しょうこちゃんに、俺だけ詳しいってことはもっと詳しいんじゃないかってね、やっぱずっと働くよね今の時期旬のお魚ですね、うん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 、おすすめの食べ方はつけるんですけど、うんうん、これ左側が幽庵漬けって言って
で、お砂糖と醤油とみりんの液体にカボスとかユズとかの柑橘系の果汁をこうたっぷり入れて、で、あの漬け込んだのがこの幽庵漬けで、右側が西京漬けですね。これがむちゃくちゃこのお魚にマッチしていて、すっごく美味しいんですよ。これ右側の味噌にはこれもう漬け込ん中に入ってて見えてない状況っていうこと。はい、西京漬けって漬け込むんじゃなくて、あのこれはキッチンペーパーの上に味噌だけを塗って、でそのキッチンペーパーの味噌が塗ってない側をお魚に漬けてるんですよ。これが本当の西京漬けのやり方なんですけど、あの味噌つける直接つけるとすっごい焦げやすくなって、洗ったりすると風味も落ちちゃうので、あのこうするのが一番いいらしいです。もっとなんかガーゼとかなんか布系でやると一番いいらしいんですけど、私はめんどくさかったんでキッチンペーパーでやりました。これは、はいはいはい、あそうなんだ、はい、あれしょうこちゃんがやったのって聞きたかった。そう、私がやりました。すごいね、西京漬けとかやったことなかったからああいう風にやるんだと思って、うん、はい、意外と簡単にできます。感動して見てた。なんか売ってるのってちょっとだって味噌に使ってるイメージあるけど、はい、あの売ってるやつは結構そのコストパフォーマンス重視で、味噌をなんて言うんでしょう、もう漬け込んでからはい出荷って感じなんですよ、ああいうのは。その出荷してるあのトラックとかで運んでる状態でその味が染みていくっていうのが、まあ、安い漬け魚だと大体そういうのが多いんですけど、あの本当の作り方はそういう作り方らしいです、はい、手前が西京焼きでやっぱちょっと皮目焦げやすくなっちゃって、どうしても、はい、しっかり焼くとこんな感じになっちゃって、であの奥が幽庵漬けですね。これめっちゃ美味しかったです。これ2切れで結構な量あるんですけど、うん、これも大盛りのご飯ってペロッと一人で本当、うん、あの料亭とかにも使われるようなお魚なんで、うんうん、はい、今コロナだからあの市場とかで一匹丸々買えたんですよ。あれ一匹買うの？そう、これがこれ2キロぐらいだったんですけど、うん、これ市場から持って帰ってきた状態ですね。これもあんまり内臓はチェックしないパターン？あ、いや、しましたよ。あ、内臓チェックした？はい、もちろん。あ、内臓と骨チェック。な、何の会話してるか分かんないと思うんですけど、はい。翔子さんは、あの、まあ、初めて買った魚は、内臓と骨の具合とかチェックしてから焼き魚にして食べるっていうのが、あの、日常らしいんですね。へぇ。何翔子さんは何者ですか？魚が好きなんです。翔子さんは養殖マグロで有名な近畿大学の水産学科を卒業。そこで魚類の行動学を研究してきました。インスタグラムも魚愛あふれてます。魚好きです、ただの本当に。びっくりするんで。素晴らしい。あとであの翔子さんが作った焼き魚マップ送るんで、それで。はい、ぜひ。何がこのお魚どう食べたらいいかっていうのをあのチャートで作ってあるんで、へー、はい、素晴らしい。あの焼き魚もう見るからに美味しいなと思ったんですけど、うんうん、ただそこで一つ疑問が浮かんだのは、高級魚の定義ってなんかあんのかなと思って、いや、もともとなんか希少価値だからなのかとかね、大衆魚と高級魚っていう言い方するんだけど、その違いってなんかあるんですか？難しいですね。私流の定義はもうその相場ですね。あの値段が高いか安いかですね。例えばなんですけど、ノドグロっていうお魚あるじゃないですか。みんなもうすごい高いお魚だってもう今ではみんな思うじゃないですか。あれはちょっと数年前に錦織圭さんがあの島根県のご出身かなんかなんですけど、その帰国したら何食べたいですかっていうインタビューで、そのノドグロが食べたいって、これはすごく美味しいお魚なんですってインタビューで答えたことから、値段が一気に上がって高級魚になってしまったお魚なんですね。本当？そうなんですよ。だからあのそれまでは捨てられてたんですよ、あのお魚は売れないから。マジで？マジでマジで、ね、これはなんか有名な事件って漁師さんの間で、うん、こんなにもう魚が出世することがあるんだって言ってもう大騒ぎになった事件ですね。それでブランド価値ついちゃったんだ。
そうなんです。それで高級魚になっちゃったん で今まではそんな美味しいってみんな知らなかったんで安いかったし捨てられてたしっていうお魚だったのが、こんな風に高級魚みんなが知ってる高級魚になっちゃったっていうのは、まあ、みんなの口コミとかでその値段が上がっちゃったからと私は思ってます。なので高級魚の定義はもう値段が高いか安いか。じゃあ今後サンマが不良になったらサンマも高級魚になり得るという解釈でいいってことですか？はい、全然なり得ます。あゆみさんいかがでした？いやもうちょっとどうしました？感覚が余りましたどうしました？もう言葉が出てこない。言葉が出てこない、すっごい好きなんですよマナガツオ。でも西京漬けを食べたことなくて、いつも母親がよく煮付けにして、そうなんですか。食べて、もう本当に大好きなんですよ。もう今すぐ帰りたい。ちょうどね、これからの季節だからね。実はですね、昨日、僕ね、寿司屋行ったんですよ。じゃん。これがね、一品目に出てきて。で、左が、マナガツオ。で、入梅和紙が出てきて、で、まあ、ミニカツオですけど、わ、証拠情報すげえと思って、ドンピシャ出てきたと思って。すごいな。実際ね、入梅和紙食べましたけど、いやもうほんとなんか、油いっぱいで、めちゃくちゃ美味しかったですよ、ね。めちゃめちゃ美味しそうですね、これ。お刺身ですよね。これお刺身で、ね。すごい。とね、スーパーで見かけたら、もう絶対買ってやろうと思って。うん、ぜひ。やっぱ旬なものを食べたいですよね。うん、でもまどかさんそんな道具なかったですよ。あ、だってつけときゃいいんじゃないの。味噌買ったりとかひねっちゃったよもう白味噌はもう本当持て余しちゃいますね、あれは。でしょ、買ってさ。なるほど。質問、味噌とあと何入れるの？味噌とお酒とあとみりんですね。うん、をぐにぐに混ぜて香り立たせて漬け込みます、うん、なんで簡単なんですよ。すごいやるのは簡単なんですけど、なんで聞いたの今それやるぞっていうための情報じゃないの言ってその図になるってのやめてもらえますか何の材料が必要なのかなって。あ、ちょっと面倒くさいかどうか確認のねそうだからみりんを買わなきゃいけないのか。あ、売ってる。でもね、さっきのね、生春巻きは作ってましたもんね、うん。あれはいつも作ってるんですか？ちなみにちょっと戻りますけど。あれで言うと、生春巻きは今回の収録のためにわざわざ取ったものなのか、うん、それとも日常的なものなのか、ちょっとそこだけもう一度確認させてもらっていいですか？はい。収録のためにちょっと作りました。正直。若干思ってたのね。あれ、まどかさんがプラネットオブフードやりだしてから、娘さんの立場からすると、あれ、ママなんか今まで料理良かったのに、最近ちょっと自分で作り始めたな、みたいな。そういう家族の不思議なやりとりが増えてるんだって。あるかも。いいこと。あるかも。もうここで最強漬け作り出したらね、いよいよ、なんかお母さん、どうしちゃったのかな、みたいな。とてもいい影響で、しょうこちゃんありがとう。いい影響ね。いい影響与えてる。嬉しい。巻き起こってるでしょ。娘さんと楽しくやりとりするのいいじゃないですか、このコロナ禍でね。ね、完璧。はい、ありがとうございました。